はい、えー、こんにちは、花太郎です。今日はですね、あの、ドラマ2本ですね。えっ、ー、と、1つがですね、荒ぶる季節の乙女どもよですね。はい、こちらと、えっ、ー、と、三重建築で昼食をですね。はい、こちら2つのドラマの感想を言っていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、このチャンネルはですね、あの、テレビのドラマの紹介、あと、まあ、感想をね、ちょっと言っていくチャンネルになりますので、よろしくお願いいたしますと。じゃあ、まずこれいきますね。 はい、こんな感じで、荒ぶるあの季節の乙女の模様ですね。まあ、きな女のがね、いっぱい出てますね。まず、スタッフさん、スタッフ、相関図見てみますかね。相関図で見ると、まあ、基本的にはもう女子高生ものって感じですね。で、ここに文芸部って書いてますけど、まあ、あのー、まあ、小説を読む、読むっていうかなんか朗読するような <laughs>、まあ、どっちかといえば学校の中で、その、まあ、マイナーな、 部活に入ってる女の子たちがまあそれぞれなんかこう男の子がいたりとかね先生がいたりとかこうちょっと性に悩みますよみたいなそんな感じのお話ですって感じですねで一応これまとめてみたのがこんな感じですね綺麗な女子高生が生に悩む話とでそんな感じですだからその辺のちょっとジクジクしたっつかまあちょっとまあエロネタっちゃエロネタなんですけどそれもなんか 昔で言えばなんか男,の男の子とかがそれに悩むとかいうのはまあそれなりになんかコメディーにもなってたりとかもしたんですけどそれも女の子が悩むお話ですよっていうのがまあ感じですね。あのまあ、斬新ってこともないですけどそんな感じのお話になってますって感じですね。で、えー、と自分も、ね、あの漫画の原作が、ね、あのこの先ほど見せたあの公式のところにも載ってたんでそれも見たんですけど漫画に関して言えば結構、まあ、言ってもそのなんか なんか可愛らしい感じで描いてたんですけど、こっちはね、ちょっとやっぱ全然違って、まあ、構図が綺麗あとまあセリフ編集もいいと、そんな感じですね。ですから、基本的にはき綺麗な画像と、あとちょっとしたこうグッと寄った構図とか、そうですね、あとはこの若手、あの映,画映画も実際に自分であの脚本書いて撮られたりしてるあの若手監督ですね、あの、誰だっけ、えっ、ー、と、酒井舞さんとか、あと、 東さんとかです、ね、あとあの水本さんっていう方もおられるのかなって感じでこう回していくって感じになるんですけどまあいわゆる新進気鋭の若手監督ですね若手監督も使ってなんかなんだろうなうんちゃんと。 ななんだろうなこう取るんだっていうその監督の意思、意思とかがちゃんと取れてるっていうか、まあだからプロデューサーさんも含めてですよね。だからその意思疎通がちゃんと言ってる、言ってて、そのなんか独特っていうか、なんかオリジナリティのあるドラマになってるって感じですかね。そんな感じです。ですからまあ自分の、まあ最近の MBS ドラマって、まああのー、 30分とか、まあ、ちょっと短めのドラマですね、深夜ドラマとかに関しては、基本的にはテレビ東京っていうのがね、結構頑張ってる感じではあるんですけど、自分が見る限りはね、あのホームルームって、あの M もうそれも MBS ですし、結構ね、ちょこちょこあるんですよね、いいやつっていうか、なんとなくそのなんか作家性があるっていうかね、それをちゃんと中心に押し出してくるって感じ。だからその コポンサーとの関係なのか、その、まあ、その、時間帯とか、あれとかも、もあると思うんですけど、なんかそういうね、その、いわゆる映画出身の方がドラマを撮るとか、いうのもなんかね、本当にいい感じ、もう単純に自分を応援したくなると、うん、そんな感じのドラマになってますね、って構図もそうですし、なんだろうな、まあ、ちょっとしたエロシーンみたいなのもあるんですけど、その辺も、なんだろうな、やっぱり、 な監督さんとかね、その、東綾さんのあの真っ赤な、なんか、真っ赤な星かな、うん、そうですね、真っ赤な星とかもちょっと見たんですけど、まあ、女性監督なんて言われたくないとか言ってたんですけど、とはいえ、やっぱりなんかその、女性ならではのちょっとハッとする、なんかこう、やっぱ構図ですよね、構図が出てきたりとか、あと女の人をちゃんとぐっと、 あれ、望遠で撮ってるのかなわからないんですけど、まあ、顔をバチッと映して、で、背景はボケボケにするとか、そういう感じとかも、思い切ってやってると。うん、そんな感じですね。だから、監督もちょこちょこ変わったりするんですけど、そのテイストも違ってるのか、もう合わせていこうとか、そういう感じになってるのかって感じですね。一応、3話まで見たんですけど、まあ、楽しく見てるっていうか、自分だったらこういう撮り方って絶対しないだろうなって感じのところもありますし、 って感じですねうんそんな感じです。だからまあ楽しく見てるって感じですね。あとは、そののままああの、まあ男子生徒役も前田大志郎さんですね。あのュウにも出てらっしゃいましたよね。あと古川さん、また他のやつも,テレ,ビも、ね、テレビ東京も出てらっしゃいますし、いろんな感じの若手の、まあやっぱりシュッとした役者さんがやっぱ多いですけどね、がもう出てますよって感じですね。で、自分はね、これちょっと楽しみにしてます。はい、そんな感じです。 で、えーと、次ですね、ちょっと、あわあわしてるな、今日は、久しぶりで。はい。で、次がですね、これ、名検知けで昼食をですね、こちらに関しては、自分の中ではね、半分半分、なんか、面白いっちゃ面白いんだけど、なんだろうな、何が気になるかっていうと、ちょっとね、雰囲気ドラマにしすぎじゃないかってまあ、わかるんですけどね、やっぱ池田 エライザさんも綺麗だし、で、あとそこに田,田口智郎さんがいてっていう感じもなるんですけど、今日何話だったのかなちょっと見てみますね。何話か忘れちゃったんですけど、ストーリーとして、これ、ストーリーにここに出てるのかなこれですね。これが次、来週だと思うんで、ちょっと書いてあるがかなまあ、基本的にはいろんなのあの昔のところですね。あの、あのフラン、アテネフレン。 これアテネフランスかな,かんないですけどそれとか、まあ、自由学園とか、まあ、東京の中のちょっと古い、ちょっと、いわゆる昭和のちょっとモダンな建物を巡っていくって感じにはなってはいるんですけど、自分の感想としてはですね、まあ、そうですね、まあ、ちょっと先あらす言いますね。建築講座のおじさんと、それから田口智郎さんですね。あとカフェ開業も、もろん OL の話、OL さんですね、OL さんの話って感じになってるんですけど、 なんとなくなんですけど、まあ、そのなんか、自分がおじさんだからおじさんにこだわるのかわかんないんですけど、なんかね、ふんわりしてる感じなんですよね。それがまたなんか、まあ今の流行りっちゃ流行りなのかもしれないけど、とか、あとまあカメラがね、あの、グラグラしてる場面が結構一話二話とか結構気になってたりとか、なんだろうな。 あえて雑にっていう、雑にっていうか、その、きっちり取らないっていうのも、見せ方もわかるのはわかるんですけど、自分はその建築っていうのは基本的にかっきりしたものじゃないですか。で、かっちりしたものをふんわり見せられるよりは、この、こ、この、この形がいいんだっていうのをちゃんと見せてほしいと。うん。自分としてはそっちが気になる感じですね。あとは、その、まあ、なんだろうな。まあ、 まあ悩みを抱えてるおじさんとはいえなんだろうなその年配の人のなんかちょっと生きる知恵みたいなのをもらってっていうのもそのエピソードとして今日の話にはあったんですけどなんかそれもなんかいいような悪いようなって感じのところがあるんですよねうん自分はそれこそまあ先ほどの感じじゃないんですけどなんだろうなせっかく若手の方が 出てらっしゃると思うんでだったら、こっちのちょっとまたもちゃもちゃしますけど、こっちの小川沙羅さんとかも実際自分で映画も撮ってらっしゃいますよね。うん、なんですけど、せっかく若手のそのなんだろうな、息きのいいあの俳優さんであったりとかが出てるのに、じゃあなんかそのおじさんを見て、 なんか勉強するみたいな、なんかそんな感じがなんか嫌なんだよね。なんかその同じおじさんとしてっていう。だったら、このおじさんが若手になんか影響を受けて頑張るとかの方が、俺としてはなんかしっくりくるっていうか、そんな感じなんですよね。だから他の ドラマのあれとかでも言ったんですけどなんかおじいちゃんとかおばあちゃんとかのその知恵とか知恵とかなんかそういうなんか生きてきたなとかっていうのもあんまり見せられるとねなんか気持ちがよくないんですよねだからそれこそなんかなんかおじいちゃんはだからなんだろうなおじさんおじいちゃん扱いってこともないんですけどなんだろうなうん,なんか なんかかかりますかね <laughs> その辺の感じが嫌だとう、うん。まあ対等でいいんじゃないのって感じなんですよね。うん。そんな感じです。わかる人にはわかるのかな <laughs> ちょっとわかんないですけど。そんな感じ。まああと面白かったのはこのマスター、これ誰やってるのかなってあんまりちょっと気にし、他のところを気にしてたんで気にしてなかったんですけど、なんか三上博さんっていつの間にかこんなやって髪の毛生えてんだなと思って、それがちょっとびっくりしましたって感じですね。うん。まあそうですね。だから、 この千秋さんの悩みを、まあ、このマスターが聞いてるって感じになるんですよねうん。なんかね人生、まあ、それこそ吉田拓郎さんの人生を語らずみたいな,なんか人生ってなんかこうなんだろうななんかそういう丸め込むところにおかなんだろうなになっちゃう感じがちょっと苦手なのかなって感じですね。 でいいところもありやっぱりあの建築とあとちょっとした料理とかあれしてであのその千秋さんのキャラとしてもなんか乙女建築って言ってなんかそういうなんだろうな池竹だけしい男じゃなくてどっちかといえば優しくてちょっとなな悩みを抱えたおじさんって感じにもなってるんですけどねまあその辺は好みかもしれないですねだからやっぱ おじさんはかわいいものはお好きとかね、そっちの系譜になるのかもしれませんねって感じですよね。うん。そうですよね。田口智朗さんもかっこいいんですけどね。かっこいいけど、まあ、田口智朗さんで寄ってくる女の人はいるのかな,どうなんだろうちょっとオタ系の人でしょうねその。それこそ美術系とかアート系とかやってる人だったら、田口智朗さん。 大好きって感じになると思うんですけどマシカぶりですからね、うん、一応そんな感じか,かなこんな感じただそのあのカフェあのこの会議をですねこっちちょっともう一回こっち出しますけどこのカフェ開業も黒もあの ol さんの話ですね先ほどの小川沙羅さんと二人の話は まあ最終的にどうなるのかなっていう、その構成に関してはちょっと好きって感じかな。結局やるのかなやんないのかなもうそろそろね、多分終わると思うんですけど、そこをどう落とし込んでいくのかなと、それに関してはちょっと楽しみにしてると。あとは、これです。これ言うの忘れてた大事なこと。気になる館長さんですね。で、この館長さんっていうのがもう、 あの一応、ちょっとあのこの場所はこういう歴史的にこういうところですよっていうなんか説明される方がそれぞれのあれで出てくるんですけどあれが出てくる人が実際の館長さんとかなのか何なのか分かんないんですけどそのなんかねまあ緊張しながら喋ってるところもあると思うんですけど話し方がいいんですよね。で特にに自分が気に入ってたののはその2話の 女の人かな女の人かなんかが説明する人が出てきたんですけど、なんだろうな。まあ自分も一応俳優って感じでちょっとやってるんで、なんだろうな。人間って意外と変なところで区切ったりとか、人それぞれのなんか話し方の癖ってあると思うんですけど、その癖がいい感じでちょっと使われると、なんだろうな。セリフがなんかね、聞こえてくるって感じがするんですよね。 だからそれはなんか自分もなんとなくまあもしやる機会があればそのわざわざこうぐにゃぐにゃする必要はないんですけど何だろうなそのセリフを伝えるだけにしないっていう意味ではなんかそういう人の話し方を見るとちょっとハッとするんでその辺は。 参考にしたいと思ってますって感じですね。だから今日も一番気にしてたのは館長さんですもんね。<laughs> そう。館長さんのしゃべりと、あと顔どんな顔してんのかなとかね、映ってる時どんな顔してんのかなとか、その辺は気になるんでもしですね、お芝居とかやられてる方とかだったら、その辺も注目してみても。 どううででしょうかって感じですねだからいわゆる一般の人が普通にセリフを喋ってるといわゆる演技をしている演技として喋ってる人がいくら自然にやろうとしてもなんかかなわないんですよねうんそんな感じです自分はねその館長さんみたいな喋り方できたらなみたいな <laughs> そんな感じで思ってますということでまあ2つもねあのこれからがまあ楽しみな感じにはなって ているとと思いますので、えっ、ー、最後まで楽しみにしましょうということで花太郎でした失礼します。